お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、マラソン大会やっていきたいと思います。というわけで、これですね。はい、こちら、なんかチャレンジが来てるんですけど、これなんと報酬がめっちゃ豪華なんですよね。そう、ローリングウッドだったり、スーパーレアたくさんとか、スケラーとね、スーパーレアたくさんみたいな感じで、報酬が結構いいので、皆さんぜひね、これをクリアしていただきたいというわけで、上2つはね、もうクリアしたんですが、この残り2つがね、結構難しめだと思うのでね、今回はこれを、まあ、やりつつ攻略できたらいいかなと思います。で、これは単純にあれですね、ずっとエリクサーがトリプル3倍。で、これは前にあったんですけど、エリクサーが7倍のね、超カオスのやつですね。無限にこう、ロケット、ライトニング、ファイヤーボールみたいな、無限にキングを落とすデッキだったり、まあ、なんか端前からエリゴレ出して、いっぱいユニット出して、ゴリゴリ攻めるデッキだったり、まあ、あとはね、ゴレキョスケ、ロイジャイとかなんかいろんなね、すごいカオスなデッキだったり、まあ、すごいね、環境、前の環境だったかな？いや、あったチャレンジなんですが、また環境は変わったと思うので、これね、ぜひクリアしていこうかなと思います。で、上2つは結構自分が得意なデッキとかでね、クリアできると思います。皆さん頑張ってくださいというわけで、まあ、ここ取ってたんですけど、謎に保存できてなくて、ここからになるんですけどね。はい、というわけで、トリプルエクサチャレンジをやっていこうかなと思います。で、僕今回デッキ2つ準備しましたね。まあ、2つといっても本当は5個準備したんですけど、なんかやってて、この2つでいいかなと思いましたというわけで、このエリゴレが、まず前、多分ライキさんが、エリー7倍、の時に出してて、5だったんですね。ヒースピの枠が5でめっちゃ強かったんですよ。で、それをなんかヒースピにしましたね、僕は。はい。パクってヒースピに変えて、これが牧式ですね。はい。なんですが、これめちゃくちゃいいですね。回転が速くなるっていうのと、ヒースピのね、回復がある分、なんかユニットのぶつかり合いがね、エリゴレ対決とかに強くなります。で、またロイシェイかな。なんかやっぱ大型が増えるのに対して、キョスケとかが増えるんですけど、そのキョスケをガン無視して打っていくロイジェイ。そして、またキングをね、こうスペルでね、落としてくるやつもガン無視ロイジェイでね。多分こっちの方が早いんじゃないかなと思って、なんか防衛するユニットとかなかったりするんでね。このロイジェイがね、あと大型にも強いんでね。エリゴレにも強いと思いますね。多分このデッキとこのデッキ当たった時に、多分こっちのエリゴレが勝つんじゃないのかなと思うんですけど、多分ね、ロケホがね、結構強いですね。大型に、ロケ砲と箱が強いので、なんか大型使うの今回苦戦するイメージがありますね。環境でデリバリーが入ってるんで、どうなるのやらって感じですね。で、クエリクの枠はちょっと迷ってて、なんか、ワンチャンユニットでもいいかなーっていうのがちょっとありますね。クエリク、まあでもクエリクでいいか。はい、というわけで、やっていきます。まあ、エリゴレ兵かな？個人的にエリゴレ気に入ってますね。なぜなら楽だから。で、序盤からトリプルエリクサーなので、もう、初っ端からね、組んでいきたいですね。組んで、で、問題、エリクサーを損しないことがすごい大事ですね。あれね、あれめちゃくちゃ辛いんですけど、あれに勝てるのがフリーズですね。で、このデッキの弱点としては、ロケットとか来ると非常にね、萎えます。で、これですね。ここで、トルネフリーズをかけてあげることによって、相手のね、ユニット全部ね、凍らされるんですね。これがね、強みですね。あ、相手も上がってますね。よいしょ。すげえ、エリが3倍だと、なんかこっちの喋るのがちょっと早くなりますね。謎に喋るの早くなりますね。で、相手もエリゴレなんだ。いや、そう、まあ、エリゴレが強いんですよね。で、これキングギドしちゃったんですけど、やっぱロケ砲が邪魔なんでね。ロケ砲処理して、なんぼ。ロケ砲処理してなんぼなんですけど、うわ、待って、相手うめえ。あぶね。あ、たまたまかかった。さあ、もう端前から行っちゃいましょう、もう。これ。で、エリゴレいらない？待って、エリゴレいらない説出てきた。で、やっぱロケット砲士厄介だな。ロケット砲士最強なんですね。大型に対して超強いんですよね、あれが。よいしょ。あ、今日、いや、グリーシ。ひどいなー、これ。これだってエリクサー3倍ですからね。まだ。これはさすがに止まりませんね。これは止まんない。エリクサー3倍でこれなので、エリクサー7倍はえぐいですね。ちょっと楽しみですね。めちゃくちゃ楽しくなってきちゃった。はい。というわけで、まず一緒ですね。多分このエリゴレね、でもめっちゃいいですね。でも相手も同じようにトルネフリーズでね、ユニット固めて勝とうっていうプランですね。なので本当にトルネフリーズを、まあ、どれだけうまく決められるかっていうと、まあ、また難しくなるんですけど、本当にね、重要ですね。勝敗を分けますね。トルネフリーズ。まあ、フリーズトルネでもいいんですけど、まあ、トルネフリーズ。フリーズトルネ。これを同時にやるのがね、大事ですね。ああ、OK。ライトニングとかね、いいですね。ワンチャンロケットとかだったら、ちょっと、全然良くない。これヒーラーがいりますね。ヒーラーがいる。相手ユニット出せれる。おい、やべえ、ちょっと待って。こういうデッキもいますね。で、今こうやってて、やっぱね、あれなんですよね。
あれ、今の見てると分かるんですけど、あのエリゴで出すとやっぱね、ユニットスペルで処理された時にエリアード取られるんですよね。そう、エリアード取られるので、もうなんならエリゴレを出さずにやっぱ形を作ってもいいと思いますね。うん、というのもヒーラードラドラランバ、ヒーラーランバードラドラみたいな感じでエリゴレいない形でもいいかもしれないですね。こういう相手にちょっと苦戦するっていうのはあるあるですね。なのでエリゴレを今回一回も出さずにちょっとやっていこうかなと思いますが、ライトニングでしたね相手。ライトニング、これライトニング回ってないで、ウィザード来る。うわ、相手なんかちょっとうめえな。あ、ちょっとうめえ。お、ここでフリーズで固めて勝つんですけど、まあ、キョスケの爆破でね、やられるよと。うわ、ちょっと待って。ワンチャン負けるぞ、これ。なんか、オーブンがすげえいい味出してますね。相手のオーブンが。ウィザード10レベルだしな。うわ、ちょっとやべえ。これ、ワンチャン負けますね。マジで。これやべえな。まあ、でも、相手もそんな削られてないですからね。なんなら。なんなら相手も削られてなくて、なんならいける？なんなら今だ。今来た。今これ来たな。チャンスだ。あ、だ、ロケットだったんだ。俺、学びませんね。俺、ほんと。で、あのオーブンを壊したいので、ヒースピで回復して、で、今度逆サイですね、これ。相手の巨大スケルトンに対して、同サイド行くと、全部ね、ユニットで、バーンってか、バチコンされちゃう。うわ、待って、髪取るね。バチコンってされちゃうんで、こんな感じで2周目のエリゴレを逆サイドにやると、なんかそれはそれで、なんかええ感じに刺さりますね。これが、あの、まあ、キョスケに対しての攻略というか、まあ、キョスケが2周回ってくるんですけどね。本当だったら。本当だったら回ってくるんですけど、まあ、これが結構唯一の勝ち方というか、まあ、相手のキョスケがまだ、ね、爆破されてないんですよね。さあさあさあ。まあ、でもなんか、いつかはね、突破できちゃうみたいなところはありますよね。なんだかんだ。トルネで、相手のキョスケ剥がしてもいいですし、なんかこのエリゴレデッキ自体、火力がないんですよね。というのも、まあ、ミニペッカとか、なんか、その単発火力がビビ、ライドラ、ヒーラーなので、ランバーか、めっちゃ高いわけじゃないんで、相手のね、キョスケが壊れないんですよね。そう、キョスケが壊れないので、その間にね、エリゴレが結構刺さるみたいな感じでしたね、今の試合。という感じで、まあ、キョスケウィザードに勝てれば、キョスケウィザードロケットに勝てれば問題ないと思うんですけど、これですね。ここで、端前のフリーズですね。さっき言ってたやつなんですけど、この端前のフリーズがすごい大事になってきますね。お願い。あれしないでってすごい思いますね。OK、これですね。ここで、トルネフリーズして、で、ヒースピまでして、あ、やべ。そう、でも、危ね。ライドラで、ライトニングで全部死んじゃったんですけど、ここがすごい大事になってきますね。OK、相手ライトニング。ライトニングっぽいですね。これ、ダックプリとかでもいいかもしれないな。もしかしたら。もしかしたら、ダックプリでもいいかもしれない。で、飛来神でエリゴレ出したんですけど、オッケーオッケー。多分これね、勝った。これ多分ね、勝った。オッケーオッケー。ヒーラー2体来た。ヒーラー2体来たら、マジで何来ても勝てますね、これ。ヒーラー2体を相手100突破できる。あ、待って、このヒースピ下手？飛べ。オッケー、ナイス。ヒーラー2体で、だってこれ、はい、来た。待って、相手ロケットあったっけ？ちょっと待って。ロケットあったっけって言いつつ、ライドラを足していこう、俺。パーティーだ。きたー。まあ、これがね、やっぱ強いなったヒースピですね。ヒースピも、回転力上がって、ここが回復するんでね、強い。フリーズ今回はそんな活躍してないことはなかったですが、いいですね、これ。いや、これ多分、頂点ですね。僕、ロイジャイ紹介するとか言ったんですけど、ロイジャイ使わなくても良さそう。まあ、エリクさんまだ3倍なんでね。最後3倍1回ロイジャーやって7倍のね本命につなげようかなと思います。いや、このロイどうなんだろうね。なんかもう本当にエリゴレでいいやってなっちゃうんですよね。使っててエリゴレでいいやってなるんですけど、さっきみたいなトスケウィザードとかああいうのに当たった時に全然勝てる可能性がありますね。いや、これ一回も逆サイ行っちゃうんですね。こういうの行っちゃって、相手なんだ、待って、あ、ヤナメそっち使ってくれたらすごい助かる。なぜならロケット星が2周目もあるんですよね。このデッキの強みは回転が速いので、なんか出されても全部回転でご了せるんですよね。で、こうユニットが残ってるので、てかまあ適当にこんな感じで、ね、飛ばすと本当に、え、これがね、このデッキの強みですね。で、今はロケット星あんま出したくないですね。なぜなら相手のねヤナメがあるんでね、ヤナメ来たら出しそうかなーって感じっすね。それまではこんな感じでね。いや、めっちゃ強いこのデッキ。ほら。やばくね？で、
出すでしょ。ほら。で、矢波咲いたから、まあ、ロケを出して、え？さて、こっちの方が強い。待って。たまたまこれやばくね？めっちゃパーティーになってる。そう、ロケット同士がね、やっぱ大型系に対して最強なんですよね。これやばくないですか？相手、エリゴで出すだけ僕に、4ワードぐらいくれてますからね。よいしょ。で、ヤナメ、まあ、咲いた、まあ、コウモリとかもね、ギャンギャンいってね。てか、ヤナメ当たった？外したんじゃない？って。じゃあ、だって、え？めっちゃ楽しいじゃん、こっちのデッキの方が。ね、誰もが、なんでデッキ2つ紹介する必要あんのとか、俺が一番思ってたんだけど、これ楽しいっすね。絵がひどい。絵がひどいっていうか、もう、なんか、リンチみたいになってるよね。あんまそういう言葉使うのよくないんですけどね。やべ。クエイク一回持ってねえな。まあ、相手が施設あった時とか、本当困った時にクエイク。で、ゴボウリこの位置結構いいっすね。なんか、なんて言うんだろう。相手のスペルとタワーを結構外せて、なんかどっちのサイドから入れてきてもね、釣れるんでね。このゴボウリは、まあ、適当っちゃ適当ですけど、結構ね、優秀な位置のゴボウリになります。いやー、スケラゲットお金ゴールドですね。ゴールド、イレベ僕まだカンストしてないやつがいるんでね、それをあげるのに助かりますね。来ましたよ。こっから6勝か。こっから6勝ですね。エリクサー7倍。まあ、これとこれで、この2つ使ってね。まあ、どっちか負けたら、どっちかでみたいな感じで、ちょっとやっていきたいですね。さあ、エリクサー7倍。問題は、エリガを損しないようにしないといけないので、このデッキの場合、逆にエリクサーをめっちゃ漏らす可能性があるんですよね。いや、相手、独特？そう、エリ、やべえ、待って、このデッキあれだ。さっとは気づいた。ごぼりいらねえ。ちょっと待って、ごぼりいらねえ。え？ちょっと待って。やべえ、めっちゃ溢れるんだけど、ちょっと待って、これ、しくったな。なんか、こんなに、エリクサー7倍ってこんな多かったっけっていうぐらいやばいですね。もう僕ただ画面タッチしてるだけなんですよ、これ。えぐくないですか？よく考えた方がいいですね。これさては、なんか修正した方がいいな。エリクサー3倍まではこのデッキいいかもしれないんですけど、エリクサー7倍になると、やべえですね。もうエリ漏れが、なんか画面、てかコストのとこ固まってるもんな、もうなんなら。なんならコストのとこ固まってるんで、本当に。よいしょ。で、ロケット星いっぱいいるでしょ？ロケット星マジでね、本当にロケット星だけはもう絶対延命するっていう気持ちでね、皆さんぜひやってほしいですね。ロケット星だけは絶対延命する。よいしょ。ロケット星だけはマジで延命。ロケット星命。ちょっと待って、これだ。ダメだな。これ待って、よく考えてください。今回勝ったんですけど、相手が、エリゴレだった時に、なんか固められて嫌なまで怖いですね。ゴボウリがね、すごい暇してるんですよ。クエイクはまあ削りにもなって、ちょっといいかもしれないんですけど、これはね、むずいね。これどうする？ちょっと待って。ゴボウリいる？今の試合見てた感じ、いらないよね。ゴボウリいらない、いっぱい先に置ける？何が正解だ？プリンセスとかいいのかな？取るね？なんなら取るねか。か、プリンセスとかね。そう。なんか、後ろから出せる系好きなんですよね。まあ、アイスイズでもなんならいいか。まあ、プリンセス、マジやっちゃ、アイスイズ、まあ、プリンか。プリンだな。まあ、ゴボウリでもよかったっちゃよかったよね。火力になるし、ゴレとかも釣れるし、置けるし。まあ、ゴボウリでいっか。とりあえず。だからもうロイジャイでやっぱ攻めないといけない状況になるんで、プリンいらねえな。プリンは、考えますね。今動画中に考えることなんか普段ないんですけど、そうっすね。いや待って。なので、もう本当に、これはプリンじゃなくて、やっぱ回転早くていいですね。なんならミラーとかでもいい。まあゴボウリでいきましょう。さっきゴボウリで勝ったんで。ゴボウリで負けたら、考えましょうね。で、コウモリもワンチャンミラーとかでもいい気もしますね。なんか、箱ミラーとかでなんか全部守れそうじゃないですか。うん。ちょっとね、やっぱね、こういう動画出すにあたっても、こういうね、ちょっとこだわりがね、スケか、スケいるかな。スケ皆さんどう思います？コウモリいる？いや、でもロイジャイの後ろのコウモリ。いや、いらねえな。いや、待てよ。どっちでもいいやんけ、ほんとに。とりあえず、スケルトン、おさらばします。いきます。このロイジャイ楽しいですね。エリゴレも使いたいね。エリゴレも使いたい。セリー7倍。ほい。ほい。
もうエリゴレ、やっぱエリゴレが多いんですよね、時代。で、これもロイジェで攻めるのが大事ですね。やべ、エリめっちゃ溢れる。やべえですね、これ。ちょっと待って、ちょっと待って。エリマジで溢れる。やべ、やっぱこういうデッキ増えてきますね。すごいご両親。え、こんな溢れてたっけ、エリクサ。前。やべえ、ロイジェで攻めるね。ああ、わかった、これ。ダメだな、このデッキ。なぜなら防衛最強なんですけど、相手が待って、やべえ。ちょっと暇というか、むずっ。待って、これ。もう一回考えたい。考える時間ちょうだい。これすげえな。俺、何やってんだ、今。本当に何やってんだ。で、コウモリいらんすね、マジで。コウモリなんでいる？なんで俺はいると思った。やっぱゴボウリはいいっすね。ゴボウリは良くて、ロケホーミラーもいいっすね。なんすか、相手のエリート処理できないんですよ、僕。助けて。マジで助けてほしい。いや、でも負けたくない。本当に負けたくはないんで。うわぁ、やべえ。負けたくねえよ。ちょっとウィザードが。いや、負ける。ちょっと待って。こんできな。軽すぎて、エリが漏れちゃうんですね。箱ミラーとか言ってたんですけど、エリが溢れすぎて、いや、いけるぞ。まだいけるぞ。戦えるぞ。ちゃんとしよう。ロイジャーで、タゲ取って、コウモリからの。よし。で、箱ミラーで、後ろ処理して、で、オッケー。いや、ちゃんとすればやっぱでも強い。ちゃんとできれば強いが、しんどい。でもこれね、ここまで苦しい思いをするチャレンジでもないと思うんですよね、本当に。もっと楽に勝てるチャレンジだと思うんですよ、これ。よいしょ。やばい。大変。箱最強っすね。いや、箱めっちゃ強いっすね、このチャレンジ。箱必須レベルっすね。で、クエイクもなんかね、すげえ微妙なのよ、立ち位置が。クエイクもすっごい微妙で、箱。やべえ、わかんなくなってくる。やべえっすね、これちょっと。ウィザードが溜まってきたら、しっかり箱落として処理しないと、マジでやべえ。なんだこの動画。しんどい。なんで俺クラロワでしんどい。クラロワでしんどいもしたくねえ。楽しい。しんどい。オッケー。ロイジェはやっぱ刺さりますね。ロイジェは刺さるんですけど、本当に。いや、すげえ。これ、やべえ。折り合いやん。なんだこれ。すげえ。オッケー。ウィザード処理したい。ヒースピミラーなんかいらない。ウィザードいらねえ。僕、どんどん攻めて。いや、これ、勝ったら勝ったので、ちょっとすごいっすよね。マジで。いや、まだ勝ってねえんだけど。なんかね、ゴボリでもちょっと優秀かもしれないですね。なぜなら、とりあえず置いとけるっていう面ではちょっと強い。まあ、なんですが、この出来まして疲れましたね。本当に。疲れた。ロケ砲も強いのと、ゴボリやっぱめっちゃいいな。ゴボリと箱が無双してますね。ゴボリと箱が無双してて、待って、負けそうじゃない？なんか俺勝ったと思ってたんだけど、ちょっと待って、勝ったと思ってたんだけど、なんで？待って。まずミニピジャマ。箱の落とすのがむずいですな。箱の落とし方がむずい。箱、ライドラめっちゃいるくらいなんか。なんで？俺なんて、スペルで削られてんだ。気づいた。これ相手、めっちゃこっそりスペル削りしてやがる。あ、危ねえ、勝ったー。はぁー。エリゴレにしますか。これね、これね、すごいな。なぁ、これ、どうする？このデッキ。多分、使わない方がいいな。頑張りたい人はいいと思いますね、このデッキ。頑張りたい人はぜひ使ってみてくださいって感じで、もう楽したい人はね、多分ね、ランバーとかでもいいのかな。ヒースピ、コウモリも良かったんだけどな。まあ、ちょっと楽しみたい方はね、このロイジェデッキとか試してみてください。奥のウィザードすごい厄介です。で、マジで、めっちゃ疲れた。動画内でこんな疲れることある？ちょっと、まあ、やっぱ、おすすめなのはこっちですかね。本当に、個人的に最強おすすめなのはこっちで。うわ、なんか隠れてる、あれ。なんか下にいるよな。あれ？いね？いるよね、ほら。うわー、出た。やっぱロケットも結構いるんですね。うわー、待って。めっちゃ下手、俺。なんかね、チンパンが下手っすね、僕。エリがすげえ漏れてる。
うわー、やめて。ロケットめっちゃ撃ってくるんだけど、相手ロケット空振ったな。いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。いけるぞ、いけるぞ、おらー、やば。これ、端前連打の方がいいっすね、多分。なんか、後ろから行っちゃってなんか余計苦しんでるんですけど。オッケーオッケー。あー。さっきの俺の努力やばいっすね、これ。もうなんか、相手ロケット撃ってくるんですけど、撃ってきたところでみたいなとこありますね。うわ、すげえ。ああ、撃ってきたところでとか言ったけど余裕で止まった。やべ、休憩した。このモードは私に休憩もさせてくれないのか。ひどいモードだ。まあ、逆に相手はロケット撃たないといけないってなると、あれなんですよね。そう、そんなね、よいしょ、攻めれないっていうかね。ここでロケット防衛すると、相手はね、攻めれないので、OK。で、ロケット咲いたらもうエリゴレ行ってね。他のユニットはね、やっぱロケットで処理されちゃうんですけど、エリゴレはやっぱいっぱい残るんでね。オッケーオッケーオッケー。あはー、これがしたかったよ、俺は。本当に。で、ヒースピで回転も早くて、あ、なんかこの辺でね、ウィザード系は基本トルネですって行きましょう。ウィザードは基本トルネですって。やっぱこれだね。エリゴレちゃん。いや、本当に。俺のさっきの試合、バカじゃない？この試合を見ると、すごいバカに思いますね。やっぱりエリゴレですね。でも、スペル削り、だとね、どうなんだろうね。ちょっと辛い気もするんですけども、端前からいっぱい行くってやつですね。端前、待って、端前からってエリゴネなかった。端前からエリゴネなかったのに行っちゃった。ミスった。これだ、これ、これ、これ。これが良くない。これで、おられるのを気をつけて、オッケーオッケー。もうこれで多分ね、勝ちっすよね。相手だって多分絶対俺の方が早いと思うんですよね。え、待って、相手早い。待って、やべえ、やべえ。マジ？そんな早いん？スペル削り。汗、汗、汗、汗。頼む頼む頼む、あと祈ること、あと祈ることは大事。オッケー。なんだこれ、懐かしいな。こんなのに懐かしさ感じる。やっぱそうですね。端前からエリゴレ、エリゴレなかった時はちょっと後ろ目からランバーとかベビーとか出して、端前ね、あれの方がいいですね。端前エリゴレか。そうなんで、ええ感じでいきたいですね。エリゴレがあるならば端前からでいいですね。さあ、あー、相手キング削りきましたね。で、これは一応ね、トルネとかで耐えつつ、オッケーオッケー、トルネとかで耐えつつ、ゴリ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 。で、これ一応トルネ防衛して、ちゃんとね、これ防衛するのがやっぱ大事になってきますね。オッケー、あとはもうこれ、時間稼いで勝ち。あ、待って、トルネミスった。トルネミスった。オッケーオッケー。おーい！楽しい。いやー、まあ、これですね。本当にヒースピがやっぱいい味出してますね。スケラーとかのあそこのね、最後の防衛とかでもヒースピが微妙に役に立つのと、回転が早まってるのがすごいね、良きですね。さあ、行け！我が舞台、行け。あ、相手これ、ガンイモか？あー、オッケーオッケー、もうガンイモ？オッケーオッケー、ヒーラー欲しい。ガンイモ対ガチで突破するデッキ、さ、どっちっていうか、まあ、そろそろトルネかけましょうか。なんか相手のユニットがね、増えてきたらトルネかけて、で、いつかフリーズしたいんですけど、別にフリーズする必要もなさそうですね。なんか、ウィザードとか、そういう厄介な奥行きのやつが入れたらね、フリーズかければいいんですけど、やべえ、これ。なんか、気分が良くなりますね、これは。本当に。なんか、目にいいですね、これ。本当に。目に良すぎじゃないですか、これ。これいやー、本当にロイジェイばっかみてえだな。あんなん絶対使わないっすわ。これですね、これ。ヒースピがね、ああ、来た、クリアしましたね。というわけで、最終ね、結果、結論と言いますと、エリゴレが最強ですね、多分。本当にもう端前からね、エリゴレブッパブッパブッパというわけで、エリクサー7倍はねクリアできると思います。エリ3倍とかだったら、ロイジャイでも全然いいと思いますね。ロイジャイでも全然いいと思いますし、まあ、得意なデッキとかね、なんかオリジナリティでもいいと思うんですけど、いいならばね、これ多分圧倒的だと思いますね。というわけで、ぜひね、使ってみてください。疲れましたね。はい。というわけで、終わります。お疲れちゃんでした。バイバイ。